竜骨として使われる哺乳類の骨の化石、海面骨の部分も確認できる。竜骨とは、生薬の一種で大型の哺乳類の骨の化石のことである。中には、恐竜の化石も含まれ、これが流伝説となったとする説もあるが、指示されていない。医薬品として、日本薬局方に掲載されている木薬で、鎮静作用、修練作用がある。 成分は炭酸カルシウム、リン酸カルシウムなどである。流骨は、細コ化流骨化器油、軽シ化流骨化器油などの漢方薬に配合される。流骨の起源となるのは、ゾウ、サイ、ウマ、シカ、イノシシ、ウシなどの仲間である。ナウマンゾウのように絶滅してしまった動物も多い。現在は中国より輸入されているが、化石であるので将来的に枯渇してしまうことが懸念されている。 また、似た牛骨等を粉砕し、石灰水につけてザラザラした感じにした偽物の龍骨もある。本物は舐めると舌に吸い付く感じがするという。本物は化石であり、化石は多項質なため水分を吸着しやすいからである。亀甲獣骨文字は、龍骨を治病の治療薬として求めた王家が文字の書かれた骨から発見したと言われる。また、 北京原人の化石は流骨の産地である周光店流骨山で発見された。ありがとうございます。